ゴミグモは、クモ,モク、木、ガ金グモかゴミグモ族に属するクモ、またはゴミグモ族のクモの総称である。ここでは、種としてのゴミグモについて記す。自分の姿を隠すように、網にゴミを吊るすことからその名がある。全身は、黒か四色で細長い。体長は、メスで10から15ミリメートル、オスは8から10ミリメートル。性的蓋なりは明確で、 オスはメスを縮めたような姿。以下の説明はメス成虫についてのものである。頭胸部はやや細長い。腹部はおおよそは円筒型で前後に細長く、前方がやや幅広くなり、後方は糸イボの上にやや突き出す。さらに前方背面に2個、後方に6個の円錐状の突起がある。足も黒くややゴツゴツしている。同族のものには腹部に、 塩水系の突起を持つものは数多いが日本ではこの種の八つが最大で他にはいない日本では本州から九州までと伊豆諸島から知られる国外では韓国と中国で知られているごく普通の雲で人家周辺にも住んでいる網は垂直の縁網で軒下などに張っているのをよく見かける網の目は細かい特徴的なのは 網の中央に垂直方向の縦糸に沿って、網の大きさの8割くらいにわたり、食べかすなどのゴミを集めてあることである。ゴミの塊は、全体としては、中央がやや幅広くなった線形になっている。雲はゴミに紛れるようにして、ふわしをすべて曲げて、体に寄せて止まっている。そうしていると、腹部の反紋や突起、足の様子など、全くゴミに紛れて、見分けがつきにくく。 完璧な擬態との声もある。普段は多少とも不足を緩めているが、近づくと足を完全に縮めて動かなくなる。指で触れてもじっと動かず、一般の鬼雲類のようにポロリと網から落ちてしまうことがない。ちなみに、雲の定位置は他の黄金雲かの雲と同様に縁網の中央に当たるので、それを頼りにすれば見つけられる。なお、網の中の蜘蛛は見つけづらいが、 網そのものはゴミのためにむしろ探しやすい。ゴミグモメス成虫と乱納乱納は楕円型でゴミの中に吊るされる。連続して数個の乱納を作りゴミの中に縦に並べる。蜘蛛の背中にウジが止まっているのがたまに見られるが、これは蜘蛛ヒメバチという蜂の幼虫が寄生しているものである。なお、この蜂の幼虫はやがて機種である蜘蛛を食い殺し食い尽くしてしまう。 ゴミ雲の仲間は日本に十数種おり、普通種も少なくないが、多くは山間にいて、人家周辺に住んでいるものは少ない。ゴミを網につけるものもあるが、つけないものもある。また、ゴミをつけないものでは、網に止まる姿勢が妙なものがある。普通、垂直円毛を張る雲の場合、網の中央に頭を下にして止まるが、ゴミ雲類にはそうでない例がいくつかある。カラスゴミ雲なお、 別族であるが、山とかない雲、コーザーアップス、ニッポーニカスやギヌマは、その姿形が、不思議な暗い四つでゴミ雲によく似ている。この雲は網を張らず、他の増毛性の雲の網を訪れ、雲を食べて生活する。以下の記載は、主として、おのによる深海 P218. ありがとうございます。